皆さんこんにちは。五問クイズです。言えそうで言えない、知っているけど名前が出てこない、そんな問題を出題しています。今回は関西ジャニーズジュニアのメンバーの名前です。ジャニーズジュニアといえば、都内を拠点に日々レッスンやステージ出演をこなす東京のジャニーズジュニアを思い浮かべる方も多いかと思います。実は大阪を拠点に活動する関西ジャニーズジュニアもいます。関西ジャニーズジュニアのメンバーの写真が出てきます。名前を答えてください。制限時間は20秒です。それでは早速始めましょう。1問目です。終了です。正解は大西流星さんでした。関西ジャニーズジュニアのメンバーで結成されたなにわ男子のメンバーです。ジブリの名作品魔女の宅急便でトンボ役を演じて話題になりました。2問目です。終了です。正解は西畑大吾さんでした。西畑さんもなにわ男子のメンバーです。ごちそうさん、朝が来たと2つの朝ドラ出演経験があります。西畑さんが憧れている嵐の二宮和也さんと映画ラストレシピで共演を果たしました。3問目です。終了です。正解は道枝俊介さんでした。道枝さんもなにわ男子です。特技は合気道なんだそうです。4問目です。終了です。正解は向井浩二さんでした。向井さんはジャニーズジュニアのメンバーで結成されているスノーマンのメンバーです。ジャニーさんが自らスカウトしてジャニーズに入ったそうです。最終問題です。終了です。正解は島崎とあさんでした。関西ジャニーズジュニア内のメンバーで結成されたリトル関西のメンバーです。
千年に一人の美少年なんて言われているようですよ。今回の問題はいかがでしたか？今後ますます活躍が期待される関西ジャニーズジュニアのメンバー、テレビ、舞台など様々なところで見る機会が増えることでしょうね。楽しみですね。言えそうで言えない、知っているけど名前が出てこない、そんな問題を集めた5問クイズ、チャンネル登録をお願いします。